うちは発泡酒免許しか取ってないので、商品名目上は発泡酒と呼んでるんですけど、もうほとんど 99.9% 以上普通のビールと一緒というか、原材料としては麦芽とホップと水と酵母、これがまあメインですけど、ほんのちょっとだけ水をこう柔らかくしたりとか、キレを出すために米麹を使っているんですけど、それを入れることによって発泡酒っていう、まあ、名前になっている。あまりしつこさのないような、それでいてこういわゆる皆さんがイメージするような黒ビールとちょっと違うよう なんか風味を出せたらと思って、まあ、ベルギー原産ですね、酵母とかちょっと変わった酵母で発酵させているので、いわゆるチョコレートとかコーヒーの香りだけではなくてフルーティーさもあって、それでいて、まあ、後味もそこまで硬くない、そういうビールを目指して作ります。麦合わせて熱を止める。そう、まあお湯でこうおかゆみたいな状態にして、それをこう65度付近で、まあ短ければ30分から長ければ2時間はいかないと思うんですけど、くらいずっとこう置いておくんですね。放置しておくと、もうすごく甘い麦汁と呼ばれるエキスが溶け込んだ、はい、その液体ができるので、まあ、そこにホップを加えたり、まあ、熱して嫌な匂いを飛ばしたりしながら、まあ、原液となる麦汁を作っています。一番奥の右側の3つの釜で麦汁のものを作って、それを酵母と混ぜて下が三角形のタンクに入れて移します。まあ、ポンプとかを使って、まあ、発酵が終わったら、まあ、うちの場合は一回その三角形の下のタンクからもう一回三角形の下のタンクに移してます。お隣、はい、隣とかのタンクに移してて、最後にその何ていうんですか、下平たい一番右か右手前のタンクに移して熟成って感じです。このお店自体はもともと飲食店をしっかりやっていくっていうイメージで作ったわけではなくて、はい、その作ったビールを味をお客様に試しに来ていただける場所というイメージで作った場所なんですよ、はい、っていうのはそのビールっていうのは作って樽とか瓶に詰めて実はそれで終わりってわけじゃなくて、そこからの輸送だったりとか、その提供の方法、まあ、もちろんそのビールのホースの洗浄とか炭酸のガスの圧力をどれくらいで設定するのかとか、まあ、グラスはちょっとうちは2種類しかまだご用意できてないんですけど、どんなグラスに入れるかとか、そこまで含めてやっぱり一つの商品の完成形になる。グラスに入ってお客様の口をつける時が完成だと思うんですよね。なのでまあ、作って他のお店に卸して売るだけだとちょっと自分の中では無責任なんじゃないかって気持ちもあったので一応そういうお客様に味見てもらえる場所っていう気持ちで作り